お寺の住職さんがお前に伺った時にテンションが上がるからです。皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今日は今更聞けないお仏壇についての基礎知識基本編をお届けしたいと思います。家には昔からお仏壇があって結構なスペースを取ってるんだけど、あの仏壇って本当に必要なのかな。お線香を立ててご先祖様に手を合わせるところなんだけど、お墓とお仏壇何が違うの。やっぱり宗派ごとにお仏壇の様式は違うのかな。うちはこの飾り方で間違ってないのかな。そんな今更聞けないお悩みって一つや二つお持ちじゃないですか。ということで今日はお仏壇の作法について押さえておかなければいけない部分を解説していきたいと思います。お仏壇の配置に迷ってらっしゃるあなたや、お仏壇を今から購入を検討されている方などのお役に立てれば幸いです。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。ではでは参りましょう。お仏壇に関してよくこんなご質問を受けます。うちの仏壇の祭り方これで合ってますでしょうか。やっぱり宗派ごとにお仏壇の様式は違いますよね。その答えは宗派ごとに確かに違います。ただお仏壇への仏具の祭り方は同じように飾ります。宗派によって必ず変わるのはご本尊と脇侍です。それ以外の仏具や輪などはどの宗派も大方一緒だと思ってもらって大丈夫です。基礎知識として、現在のモダン仏壇は片方だけ飾るお仏壇も多く見受けるようになってきました。実はお仏壇にはある信仰があるってご存知でした。その信仰とは、亡くなった親やご家族が仏様の世界でしっかりとお守りされる、また生きている私たちも守っていただけるという信仰です。皆様のイメージの中でお仏壇って親やご先祖様のお位牌をお祭りするものだというイメージがありませんか。でも実は仏壇というのはお寺の本堂を小さくしたもので、ご本尊様をお祭りするための場所です。そんな仏様のお家であるお仏壇の祭り方は、お仏壇の一番高いところの中央正面にご本尊をお祭りします。あなたのお家が所属して信仰されている宗派のご本尊をぜひチェックして、お間違いのないようにお祭りくださいね。ここからは日蓮宗をモチーフにしてご本尊と脇侍について解説していきたいと思います。まず正面のご本尊は大曼荼羅です。日蓮宗以外の他の宗派のご本尊様は仏像や仏様の掛け軸をお祭りすることが一般的だと思うんですが、日蓮宗の文字曼荼羅は独特のご本尊と言えます。ご本尊の曼荼羅についてはまた別動画で詳しく解説していますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。ご本尊の左右両脇には脇侍として大黒様と吉母神様をお祭りします。日蓮宗ではこのどちらも法華経の守り神として大切に祀られています。向かって右側に吉母神様、向かって左側に大黒天をお祭りします。ただし脇侍は地域や寺院の考え方によって逆になることもあります。あくまで正面中心はご本尊様ですので、大曼荼羅一番高い場所にお祭りする必要があります。脇侍はそれぞれ大曼荼羅よりちょっと低い位置に祭るようにしましょう。また脇侍のサイズがご本尊様より大きくなるのは避けてください。大曼荼羅ご本尊が掛け軸タイプになりますので、脇侍も仏像タイプと、あとは掛け軸タイプの2通りご用意されています。仏壇の大きさや雰囲気によって仏像タイプか掛け軸タイプのお好きな方をお選びいただければと思います。大曼荼羅ご本尊と左右の脇侍をご用意したら、次に用意するのが仏具です。仏具というのは仏壇を祭り際に飾る道具のことです。基本的な仏具は三つ具足と呼ばれるものでして、香炉、仕立て、花立ての3つです。
香炉はお線香をお供えするための仏具、火立てというのは燭台のことで、ろうそく立てのことです。そして花立ては花瓶です。密具足は日蓮宗以外のどの宗派の仏壇にも飾られるもので、仏具の中でも特に重要な3つの代表的な仏具です。密具足という代表的な仏具3つを紹介しましたが、ここに2つの仏具を加えると五具足となります。仏具の配置は五具足の場合、中心に香炉、その両側に火立て、ろうそく立てですね、さらにその両側に花立て、花瓶というイメージです。密具足の場合は向かって中央に香炉、左側に花立て、右側に燭台、ろうそく立てを置きます。余裕があれば五具足を揃えて我が家の本堂を作ってもらえるとなおよしです。なぜいいのか、それはお寺の住職さんがお前に伺った時にテンションが上がるからです。基本的な飾り方ができていれば、日蓮宗のお仏壇の基本形はおめでとうございます、完成です。先ほどから密具足とか五具足とか言ってますけど、この具足とは何ぞやと言ったら、過不足なく十分に備わっているという意味なんですね。つまり供養のために仏様のおそばに添える道具が程よく揃ったという意味が込められています。そんな仏様への最も大切なお供えとされる密具足のことを仏の三大供養とも言います。花立て、香炉、火立て、一つずつちゃんと意味があります。お花というのは仏様の慈愛と忍耐を表しています。お香はお参りする人の身を清めてくれます。ろうそくの灯火は仏様の知恵を表しています。密具足のこれが意義です。仏壇は仏様のお家ですが、もちろんお位牌も安置して大丈夫です。亡き親やおじいちゃん、おばあちゃんを忍ぶところ、本当に大切なのはその個人を忍ぶ心です。写真をお仏壇に飾ってはいけないという形式ではありませんよね。なので時と場合によって写真を飾っても OK ですよと私はお答えしています。ただし写真を飾る場合は飾る位置に気をつけましょうね。仏壇の下の段の手前の方です。しかも仏壇の真ん中を下げて右か左に寄せて飾るようにしてくださいね。住職さんによって仏壇の意義を厳格に守っておられる方もおられると思いますので、菩提寺の住職さんにぜひ確認しておきましょうね。それで仏壇の中に写真を入れるのは正式じゃないからやめてくださいと教えられた場合は、残念ですけど致し方ありません。そういう場合は写真を立てかけて飾ったり、あるいは仏壇の近くにこの小さい机や台を設けて飾りましょう。そうすれば全く問題ありません。ご本尊様や脇地のそばにお位牌を安置します。そしてお位牌はご本尊様よりも一段低い段に飾るのが一般的です。また仏壇に向かって右側が上座なので、古い牌を向かって右から順番に並べていきます。お位牌がご本尊様よりも大きかったり、脇地より大きくなっては本末転倒ですよね。高くなったりしてはいけません。当然のことながら仏具や密具足、五具足、仏壇の大きさや種類に合わせてそれも揃えていきましょうね。ということで今さら聞けないお仏壇に関する基礎知識基本編として解説させていただきました。我が家のお仏壇は家庭の中の小さなお寺ということ、ご本尊や仏具について、そして仏壇の中に飾るお写真についてなんかのお話をさせていただきました。お仏壇や仏事に関することで気になっていることや知りたい情報があれば、ぜひぜひコメント欄に書いておいてくださいね。ご質問の内容によっては動画にしてこのカンちゃん住職が詳しく解説させていただきますよ。
この動画が少しでも参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。それではまた明日の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。